はい、皆さんどうもこんにちは、タクナでございます。今日はなんですけど、すっごい強風の中ですね、千葉県なんですけど、また駅にやってきました。その駅はですね、はい、こちら、はい、千葉県勝浦市にある鍋川アイランド駅にやってまいりました。一旦中入っていきましょう。で、この駅名なんですけどね、はいですね、はい、ね、この駅の近くにですね、鍋川アイランドっていう、なんて言うでしょうね、遊園地的なものを、そういうレジャー施設があったんですよ。そのためにできた駅なんですけど、レジャー施設自体は閉まってるんですね。それでこの駅のまんまにはですね、はい、国道128号線が通ってまして、もうこれ坂になってですね、これが坂になって、もう少し下に行くとその跡地が見えるらしいんで、ちょっと僕はあって個人的に行きます。はい、で、この地名が浜滑川ってことで、あんまり海近くない気がするんですけど、らしいですね、浜らしいです。で、特急っぽいですよ。あのトンネルの向こう側に見えるシルエットなんですけど、ちょっと先に一緒に撮っちゃいましょうか。でしたいと思います。はい、鍋川アイランドですね。ちなみに、はい、隣はアワー組ですけど、すいません、先にホームを紹介したいと思います。若狭予報がちょうど通りましたね。はい、ダメ側なんですね。で、隣が阿波小港で上総興津、ちょうど阿波と上総の間ぐらいにある駅ですね。まあここは一応勝浦市になってるんで、多分勝浦市だと上総になって、はい、あそこ鴨川市だと阿波になるって感じだと思います。ダメ側なんですね。長い、はい、もう今日風がすごい寒いし、風がすごい、そうですね、200メートルだったけど廃止したから、廃止というかもうなくなったんで、テープでぐるぐる巻きにしてまして、次何これ、汚染転がし、なんでしょう。まあもう少し海の方に出ていけんだと思いますが、じゃあちょっとトンネルの方行ってみましょうか。で、ちなみにこっちが阿波鴨川方面です。寒いよ、寒いし、やばいよ、一瞬飛ばされそうになってて、やばいやばい、普通に風が強い、なんか今日すげえ風が強い、めちゃくちゃ風強いから、僕もね、はい、自分なりに結構大きな声で喋っておりますが、タブレット飛ばせそうですよ、普通に、やばいやばい、このちょっと風はね、普通じゃない、ほんと普通じゃないよ。で、ちゃんと電化されてるっていうのがすごいっすよね。すいません、ちょっとピントもね、わけわかんないから、すいません、ほんとすいません、ちょっと今、暴言、はい、すいません、はい。で、ちょっと風収まってるかな、はい、駅名表です、滑川アイランドですね。でもですね、もともとあったですね、範囲ね、はい、施設の名前をそのまままだ駅名として使ってるっていうんで、結構人気の高い駅ですかね。JR 外房線のですね、駅です。やっぱりね、断崖絶壁っぽくて、もう自然がもう豊かすぎますね。滑川アイランドはフラミンゴが有名であってあろうなんかですね、はい、駅周辺地図とかもですね、駅前で確認できましたのでね。で、この辺がホームの先端ぐらいかなと思われますと。はい、トンネルがね、続いてる。なんか苔がすごいね。あまりなんかね、僕いろんな駅行ってますけど、あまりホームに、なんて言うんだろうな、あれ、苔が生えてるってことが、そんな気がするね。で、ここが面白い、転がしとんねんって書いてありますね。手がやばい、動かないんじゃないですか。で、まだポイ捨てしてると思います。なんでボイスするのかには僕がよくわかりません。こんなわけで、あれ防犯カメラあるの？防犯カメラがあります。なんか、はい。で、滑川アイランドですね。
まあ車掌さんがドアを閉めやすいようにだと思いますが、まあよく東京とかのですね、まあ都心の駅でも見かけますからね。またなんか動物の死体らしきものがあるんだけど、は待って、これ待ってよこれ、待ってよ、ガチでこれやばくない？ちょっと今動画じゃ見せられないんですけど、多分トンビ、タカ、なんか大きそうな立派そうななんか鳥が死んでます。ちょっとあのね、すいません、あのね、映します、すいません、あのね、線路の上で引かれてます。何、怖いよ、なんかこの駅怖いぞ、なんか背中から血が出て、もう何も聞けても動かないけど、この風で怖い、やばい、普通に怖いぞ。で、なんとかここの駅名はなんか錆びてるっていうか、なんでしょうね、なんかもうボロボロです。まあここも海洋から結構なんか年数経ってそうですもんね、ダメ側、まあアイアン。正直言ってここの利用者意外と少なそうなんですがね、さっき、はい、駅前にですね、実は駐輪場があります、まあはい、ありましたんですけど、そこのちょっと駐輪場にですね、1台自転車が止まっておりました。また、ね、別に一応生活利用者は多分いるにはいると思いますね。まあ、正直言ってこの辺に民家は一軒も確認できません。そりゃそうだね。もう自然豊かすぎて、もうなんか動物もちょっと最悪のことに なってるんで、ちょっとあれは怖かった。普通にあれは怖かった。ちょっとただ話してるだけなんですけど、あれも本当怖い。やばい。ちょっとあの、もう逆にトンネル行かなきゃよかった。今更思ってたね。そんなわけで、この辺から風がバカみたいに強くなります。寒いともう手が固まりそうなぐらい寒い。やばい。で、まあ、ちょっとあの、すいません、もうなんか逆光でですね。もうちょうど午後ぐらいなんで、もうちょっとあのね、夕日がもうすごい、なんか照らされてますが、普通に寒い。手がね、動きづらい。で、まあ、こっちがですね、勝浦、上総、一宮、茂原方面、あと大原も、もうそういう方面ですね、リードして、まあ、なんかまず見てみましょうか。まあ、お客さんがいるんで、ちょっと失礼はありますちゃんとゴミ箱も完備されそうですね。自動車証明書も発行いたしました。駅名が長いということで長いですね。ちょっと見せられない、風がやばすぎて、ちょっともうやばい、ちょっともう8分経ってるし、もうこんなのね、合成紹介したら悪いか。まあ、そんなわけでもう向こうに駅名表見るんで、それで終わりにします。まあちゃんとはいですね、ゴミ箱もちゃんと配慮してましてですね、やっぱり東京都心までの運賃表って1時間に1本程度ぐらいはまああるんで、まあそれはですね、ね、来るのには不便ではなさそうな感じでございます。はい、そんなわけで今日はですね、はい、こちら、はい、千葉県勝浦市の、滑川アイランド駅にやってきました。まあ本当に滑川アイランドはもうなくなりましたね。で、まあですね、この駅はまだ機能しております。皆さんもぜひ千葉へ足をお運びになった際は行ってみたらどうでしょうか。そんなわけで今日もダッカーナイチャンネルのご視聴ありがとうございました。ダッカーナイチでした。また次の動画もよろしくお願いします。